冗談としても、こっちは今日受け取ってもらわないとね。あ、マジ？この程度で今さら何言ってるのよ。何度も一夜を共にした間柄のくせに。プロット作ったり、下りを作ったりね！でも、今日渡せてよかったわ。さりげなく、さりげなく、さりげなく。イオ。ん？これ。おはー、つみきさん、イオさん。イオくんが倒れてます。ボディが甘い。ゆい先輩。ちなつちゃん。バレンタインデーのチョコとマフラー作ったのでもらってください。これマフラー？何言ってるんですか、マフラーに決まってるじゃないですか。こっちのチョコも手作り？そうですよ。あ、ラク様。ヨラク様、お覚悟。どうしてこんな変態に懐いてしまったのでしょう。兄様、そのチョコは本命なの。あ、そっか、ありがとね、エリスちゃん。本命のチョコを受け取った兄様には責任が発生するの。え？もう他の女とは寝ないでね。重いな。なんだかこのチョコ急に重く感じるな。それにお前にチョコをもらうのはこれで2度目だ。9年ぶりだな。何言ってんのよ。そう、その反応、それこそが俺たち萌え豚の求める計算し尽くされた通貨のデレイの移行パターン。もういい。ああ、それが先輩、手作りチョコは食べたくねえとか言うからさ、コンビニ行って並んでたチョコを見本に見た目完璧なコピーを作って。どうぞ。おう、サンキュー。つまりあの時先輩は大嫌いな手作りチョコを知らずに食べていたってわけさ。ふふ。やるじゃん。鹿島くんは先輩のこと好きなの？嫌いなの？好きだよ、尊敬してるよ。ごめん、真っ白。これあげるわ。タケノコ。バレンタインはチョコの日よ。ありがとう。でも桜荘に帰ってからでもよかったのに。普通にしてみたかったの。普通？屋上で渡してる子たくさんいた。綾野からもらった漫画にも。はい、伊予さん、榊さん、私からじゃよ。食べて食べて。迷いの手作りか。くれるのか、サンキュー。ちなみにサプライズなチョコです。俺は今何も疑わずに口に含んだことを後悔してる。奇遇だな、俺もだ。隠し味にカエルの肉が入ってます。少々。チョコ入れる場所考えろ、バカ野郎。あれ、うまい。見た目より全然。まさか犬の糞を。そんなわけないだろ。あれ、検温部の先輩たちまだなんだ。でも本当にここで渡しちゃっていいのかな。なんか照れくさいし。照れくさい？先輩、これちょっとビターで、でもとっても甘い私のスイートハートです。ありがとう。なるほど、確かに照れくさいよね。そんなこと言わないです、辻さん。よかったらこれ。チョコ？いいの？ええ、どうぞ。道
急に、なんかすげえ不気味なんですが。あらあら、そんなに喜んじゃって。なんですかその圧力。喜べばいいんですか。ありがとうございますチョコ。シチュエーションはあれですけど、嬉しいは嬉しいです。だから帰ってきてから食べるって。話せよ、学校遅刻すんのマジで。それが何よ、お母さんだってマジよ、大本命よ。余計食べられるか。ごめんね、朝から困らせて。だからそういうすね方されんのが一番困んの。あーもう。はい、おいしいおいしい。あの、いつも先輩のこと見てて。うん、知ってる。なんだかよく目が合うなって思ってた。恥ずかしい。チョコありがとう。お礼がしたいから、よかったら放課後お店に来てくれる？え、いいんですか？表情がコロコロ変わる。面白い。ハッピーバレンタイン、ちゃんくん。私の愛がぎっしり詰まったチョコ受け取って。いらない。男がそんな甘ったりチョコなんざ食えるか。そうでしたか、キョウくん、チョコお嫌いだったんですね。ああ、大嫌いだね。食べるんだよ。つべこべ言わずに食べろってんだろ。はい、母さん、僕からのバレンタインチョコ。ごめんなさい、嘘です。トール君からです。急いで飾り付けて、今日間に合わないかと思った。よかった間に合って。チョコ、さっきくれたじゃねえか。さっきの？違うよ、あれはみんな用だよ。こっちは特別だから。特別だから、俺にとってもヤマトにとっても。バレンタインのチョコレートなんだ。おお、サンキューな、ミナツ。勘違いすんなよな。私はただお前が好きなだけなんだからな。どういうこと？だからなんでそんなデレデレセリフをツンデレ口調で言うんだよ。俺はどうリアクションすべきなんだよ。あ、そういえばあかり、チョコ配るだけで誰にももらってないと。ほほ、いつもお世話になってます。どうもありがとう、トドロキさん。京子さんにもあげてこなくっちゃ。佐藤君、これ俺の分あげる。なんでだよ、いらん。義理とはいえもらえないよ。お返しの時にはちゃんとお金出すから。あ、義理が2倍に増えた。佐藤君、フライパンは痛い。フライパンは痛いよ。チョコレート？うん、みんなに配ってたんだ。ああ、友チョコか。俺のはないけど。え、だって稲葉は友達じゃないし。ああ、本命か。彼氏でもないしね。あ、金子くん、友チョコあげる。高俊くん、チョコレートあげるよ。私もありがとう。ほら、つだ、デレデレするな。そうだ、デレるならまずツーをやれ。そういう話してない。愛をふんだんにまぶしたチョコレート、そして隠し味は私の愛。素晴らしい、素晴らしいのです。まさり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 、あなたこそ勤勉なる愛の神と。そう、私はアイン様の愛の奴隷です。その時、カズマは決してこの人たちに近づいてはいけないと思ったのであった。催促しないんじゃなかったの？うん、でもそのチョコは欲しい。あ、じゃあ、ありがとう。